日本最大のパワースポット琵琶湖には不思議な力を持った一族がいる。はい、ついに始まりました。琵琶湖さん、琵琶湖ですね。3年前から始まり、そろそろ恒例になっていた琵琶湖一周ロングライドを、空腹の参加者たちの期待の中、突如現れる最悪の敵。果たして、彼らは不思議な力で、世界の危機を救うことができるのか。地球以外任せきり、パワーストップアドベンチャーが今、幕を上げる。琵琶湖一周ロングライド、ロングライド、ロングライド、ロングライド。じゃあ今琵琶湖到着したことにするね。はい、到着しました。もう今日はやることありませんので、ゆっくり休んで明日は頑張ってください。せーの、いやー、まさか休めると思ったの。皆様おはようございます。おはようございます。ということで、この石段を登ってください。こんな観光も含めて自転車イベントです。休んでいる暇なんてないのです。琵琶湖は琵琶湖を半時計回りに一周しますが、今年はスタート地点が彦根に移りました。ということで、彦根城に行きましょう。ちょっとみんなボキャブラリーが足らないから面白い話が出てこない。ちょんまげなんか腹筋ごっこあるって。あ、マジだね。本当に。よし、次行くか。武者がなんかここで溜め込んでるんですか。戦国戦士サラリーマン。150キロのロングライドの他に160キロのセンチュリーライドがあります。ロングとセンチュリーの差が10キロって、帳尻合わせ感が半端ないね。湖や島を曲がる場合は、ルートに選択肢が少ないから仕方ないかもしれませんね。諏訪湖みたいに全面凍結すれば、真ん中横切っていけるね。そんなことしたらヘミンが出るよ。その声は。死人だー。誰が死人にょん、あと死人っていうなにょん。なんでヨウムがいるの？ヨウムは今回お留守番だったはずだよ。お留守番とかひどいにょん。あ、そう、今回初参加の初心者はどうしたにょん。チャオズは置いてきた。練習はしたが、このコースにはついていない。代わりに5月のロングライドサドにエントリーしたよ。何が上がってるにょん。本当に大丈夫かにょん。大丈夫だ。問題。それがメな時のセリフにょん。それから、なんでルイージオサナエがやってるにょん。ヨウムだって緑の服にょん。ヨウム、自分の字幕をよーく見てごらん。よーく、にょん。白だったー。パンツの色じゃねえよ。髪の毛の色で決めるなにょん。業務の方が人気投票上だったのににょん。でも、緑っぽいって言うだけなら他にも。あい人間、しまうから。各言う。おめで。とう。きえ。なんかもうどうでもよくなってきたにょん。そうだよ。もう時間もなくなってきたよ。では、第一エイドの様子を見ていきましょう。関係ないね。ゆかりもないし。で、去年いなかったんですよ。なんで去年、なんで去年いなかったんですか。ちょっと今このままちょっとシュールですね。ちょっとシュールですね。このままちょっともう少し撮ってるからさ、ダメだと。おっと、はい、来ました。来ました。ちょっと待ってください。順番に行きましょう。これがお稲荷さんですね。お稲荷さんね。これが、それはお稲荷さん。これがお稲荷さんですね。はい、そして、おにぎりです。おにぎりですね。はいはいはい。で、この、すいません、パンってどれ取ったらいいんですか？どれでも。どれでも。好きなやつを好きなだけ？好きなだけ。そんなのいいのかよ。俺、餅入り。ちぎりあんパンと、僕は桜あんパンにしよう。よしよし、カロリー。カロリーチャージですね。あ、ください。
はい、ありがとうございます。シシ肉が入ってます。ほら、シシ肉のコロッケ。はい、シシ肉コロッケ。ここは鴨肉とかシシ肉とかいろいろ肉ありますね。はい、どうぞ。これはありがとうございます。天かすが入ってますね。いただきます。ということでこれだけ手に入りました。まず皆さん、あ、その感じ、あ、はい、見せてください。いいですね。毎回あの両手に持ちきれない感じの食いしん坊な感じがいい、ね、いいんですよ。あのエイドはしっかり食べるっていうのもモットーですから、ね、うん、ちゃんと食べてください。今日ダイエット中でしたよね。確かダイエット中でしたね。これなんだこれなんだ。クロッケ。クロッケコロッケです。コロッケですね。シシ、うん、肉の入ったコロッケ。コロッケですね。琵琶湖の周りもこういう人たちがいるんですね。それじゃ次に行くよ。琵琶湖の北側は琵琶湖の中で最も景観が良いと言われています。本当なら青い水と点在する小島が見えるらしいのですが、見えません。琵琶市は今回で3回目ですが一度も見れていません。春先は見えにくいのかもねと思うことにしました。それからこの辺りはトンネルが多数あります。トンネルは本当に注意が必要です。今回はウプシュムからの事故が起きました。幸い怪我人はいませんでしたが、注意喚起の意味を込めてご覧いただきたくお願いします。あれ、なんか全然、え、なんか余計に膨らんでませんか、ここ。どうしたんですか。え、はい、ほらほらほら。マリオの人形、これお兄さんの人形。お兄さん分身だから。分身だから。ダメだよ、こいつお兄さん、これ叩いたらお兄さん痛がるからね。叩いてみなくて。痛い。ほら、危ないぞ。パワーバーのグミ、うわ、なんか毒々しいですな。これがパワーバーのグミか。チェコさんのグミ。大丈夫なのか、こんな本食っても。大丈夫です。大丈夫です。元気になります。なんかすごい薬臭いやん。薬臭いやこれ。大丈夫ですって。これ毒キノコだぜあ、これタンスの中で取ると虫が発生しない。そうだ、これ、あ、そうなの。すげえな。すげえのこうやってな。さあ、自転車に乗ってる時は良い。たとえみんなで乗っていても、結局は自分の力で進むしかない良い。逆に言うと、何とも干渉できない自由があるよ。サドルの上とはそういうものよ。一人で、静かで、豊かで。さあ、かかってこいラスボスの昼食。ヨウムは去年までのヨウムとは違うよ。念のための補足です。ビワイチの昼食はこれまでライス定食と決まっていました。参加者のライスだけで十分だな、ガーンだな、ここでは青空がおかずだ、このライスは正解だったという寂しい声が、ビワ湖に春が来たことを告げる風物詩となっています。そう、今年も聞けるか孤独の叫び。参加者は今年も、琵琶湖に桜を咲かすことができるのでしょうか。できませんでした。なんてこったよ。今年から昼食はカレーとアユの唐揚げになりました。ある意味期待してた。この気持ちはどうしてくれるんだろうんてか。結局微妙にしょぼい感じよ。そういう中途半端が一番とはこみつらいよ。カッパ何勝手に BGM 流してるよ。カッパの歌じゃねえよ。しかも琵琶湖だからって軽音とか今時許されないよ。何勝手前を流してるよ。お前最近自由すぎよ。なんで誰も止めないよ。もっぺん固めの詐欺にするぞよ。なんで勝手なことするよん。それにファイアボールじゃなくてマストよん。動きはカメハメハだぜ。やかましいよん。お、なんか盛り上がってきたね。ダメな方の盛り上がり方よん。わけわかんなくなってきたよん。なんだかよくわからないものに溢れているから、この世界は美しい。ビワコのアームタウンを寂しくなるや。そもそも、なんでビワコでマジ言っちゃったよん。みんな我慢して最後まで言わなかったのに、ここで言ったよん。ランバーさんの餃子に公式はないんですね。それ今言うことよん。後で考えても、今言うべきだったって思えるよん。ところで、ウプ主は結婚することになったよ。そんな大事なことも、このカオスな状況で言うのかよん。ついでに来月もネタがないぜ。気づきやないかなかったからよんね。あ、もうゴールが目の前だね。今回はまとまりなくてごめんよん。それでは皆さんご一緒に。